あのさ、なんでこんなに恋愛が成立しにくくなったのかって話なんだけども、なんかやっぱりね、今の大学生と話してると、いや恋愛はいいですよとか、彼女欲しいとか彼氏欲しいっていうのは本気で言うんだけども、それが行動につながっていかないんだよな、クリスマスなのに。でクリスマス一人でも寂しくないのかって言ったら、いやそれは寂しいですけど、いればいいですけどって言うんだけど、具体的に何かするというわけじゃない。それはなんでかっていうと、なんかね、これニートでいたいとか働きたくないっていうのと似てるんだよな。あのずっとニートでいいですとか、ずっと働きたくないですっていう人ってかなり多いんだよね。この間も京都の大学で講演した時に、最後質問コーナーで、なんか質問ありますかって言ったら、ずっと働きたくないんですけどどうすればいいですかって質問があったくらいでさ、でいやずっとニートでいいんです、働きたくないんですっていう人はいるんだ。でなんでだろうと。でまあ内田達郎先生は、本当に今まで本当に働いたことがないから働く楽しさを知らないんだっていうようなことをおっしゃってて、まあ、そうだろうなと思うんだけども、本当にそれだけかなと。そういうことを言う人はいっぱいいるし、一面真実だと思うんだけどさ、それだけではなんか説明しきれないような気がしちゃうんだよな。なんか今まで働いたことがないから働く楽しさを知らない、今まで本当に女の子と付き合ったことがないから恋愛の楽しさを知らない、今まで友達がいたことがないから友達の楽しさを知らない、今まで本気になったことがないから本気になることの素晴らしさを知らないって、もう子供の頃から そんなことばっかり言われるじゃん。本当かよって思ってて、仮に友達がいる楽しさとか本気になる楽しさとか働く楽しさを知っていても、煩わしさの方が上回ってるっていうのが現実なんじゃないかなと思うんだ。つまり彼女がいるっていう楽しさよりは、彼女がいることの煩わしさの方が多い。働くことの楽しさは知ってるんだけども、働くことの煩わしさがいつも常に上回ってしまう。なんか頑張ることとかのそれなりのやりがいとか楽しさは知ってるんだけども、それよりはしんどいと思ったり、だからくじけちゃうこととかの方がいつもいつも微量かもわかんないけど、常に常に上回ってるからしんどく思っちゃう。それはね、なんでだろうと俺考えたんだな。で、多分煩わしさが上回るっていうのは、その煩わしいと思う状況がいっぱいあるからではなくて、逆だと思うんだよな。俺あのこれ仮説なんだけども、社会に無料であふれる快楽コンテンツの分量や楽しさの総和だよね、合計値がある限界点を上回ったからだっていうふうに仮説を立ててみた。もう一回言うな。社会に無料であふれる無料コンテンツ、快楽コンテンツの分量や楽しさの総和が、ある限界を上回ったから、俺たちはありとあらゆることが煩わしく感じる。仕事の楽しさっていうのはあるんだけども、仕事をわざわざやらなくても家に帰ったら無料でできること、すでに買ってあるゲームで感じられること、ネットに伝うだけで味わえることの快楽が常にあるから、そこでもうお腹いっぱいになっちゃってるんだよね。つまりなんかいつももうおやつ食べてるから、本当のお腹の空き方がよく分かんないような状況になってる。で仕事の楽しさとか恋愛の楽しさとか友達と付き合うことの楽しさって多分ね、みんな知ってるんだよ。でみんなその煩わしさも楽しさも知ってるんだけども、ところがそれに無料の無限のコンテンツ、快楽コンテンツが入ってきた瞬間に、そっちの方が楽で楽しいやって思わざるを得ないんだ。これがあまりにも潤沢に豊富にザーッと流れ込んでくるから。でそういう時代を俺は知ってるんだけどさ、過去の歴史上でそういう状態になった国っていうの知ってんだけどさ、アヘン戦争で負けた頃の中国なんだ。つまり今のね、日本、多分これからの世界もそうなんだけども、アヘン戦争の時の中国と似たような感じだと思うよ。無料のコンテンツ、アヘンですら有料だったじゃん。でもあれ値段の割にすごい楽しめたんだよね、中国人は。で、あの無料のコンテンツっていうのが、だから麻薬みたいなもんだからやっちゃダメだって言ってるんじゃないよ。俺たちの今の状態を話してるんだけども、無料のコンテンツっていう楽しみがあったら、それはなんかあの当時アヘン戦争の時の中国人っていうのは勤労意欲をなくして当たり前なんだ。もちろんすごい働くやつもいるし、国のために頑張るやつもいるし、すごい戦ってくれる軍人もいるんだけども、でも国民の大部分はそういうふうに動けないんだよ、人数がどんなにいても。そしてその多い人数が足かせとなって頑張るやつが動きが取れなくなってくるんだよな。でそれは個人の中でも同じなんだ。1億人いたら100万人が頑張って、残り9900万人が、ああでもな、いいや快楽コンテンツっていうような状態は、個人の中でも自分の中にいる 1% は常にでもやんなきゃいけない、このままでいいはずがないと思うんだけども、残り 99% か 98% の自分はでも快楽コンテンツが無料であるし、ここで頑張らなくても、無理やり彼女作らなくても、
無理して働かなくてもっていうふうに、自分の中の多数決で言うと、常に多数派は無料快楽コンテンツというアヘンに使っていて、俺たちに、まあ今日はいいじゃんとか、今はいいじゃんとか、明日からでいいじゃんっていうふうに、ずーっと言ってきてる状態だと思う。俺もそうだからわかるんだよ。俺もなんか自分自身で仕事するときに、今日はとか、なんか明日から本気出すってやつだよね。それがなんか今の僕らの状態。で、俺これを第二次アヘン戦争って呼んでんだけどさ。今のなんか日本っていうのは、昔はアヘンが有料だったじゃん。アヘンが有料だったから、せめてアヘンを入手するだけの金稼がなくちゃなったんだ。で、今僕らはアヘンが無料だから、アヘンが有料だった時はみんなそのせめてアヘンを手に入れるための働きをするんだけども、今のアヘンは通信費って書いてる人がいるんだけど、通信費じゃないんだよ。時間なんだよ。俺たちはアヘンを楽しむために、アヘンを楽しむ時間を作り出すために何かしなきゃいけない。だから一瞬でも早く家に帰ったり、移動中に一瞬でもなんか早く携帯を取り出してみたりして、その無料の快楽コンテンツだよな。それはメールかもわかんないし、 SNS かもわかんないし、本当にゲームかもわかんないし、そこに身を浸らせたいんだ。そこで浸らせないと俺たちの生活がバランスが取れなくなってくる。つまり昔は仕事をやっていて楽しいことっていうのは、これだけやってこれだけ返ってくるっていうのがあったんだけども、今アヘンというなんか砂糖みたいなものかな、糖分でカロリーだけがあって、なんかエネルギーがあまりないようなものっていうのを潤沢に取ってるもんだから、体力がこうなくなっちゃってると思うんだけど、まああまり批判的に言うつもりはないんだけども、そういう無料コンテンツでアヘンを味わう時間を稼ぐために、時間を稼ぐために俺ら働いてるんだと思う。ネットがアヘンっていうんじゃないんだよ。無料コンテンツがアヘンなんだ。繰り返すけども、こういうニコ生みたいな無料で見れるものもそうだし、ブックオフに行ったら本来の値段よりどんどん安く売ってる本もそうだし、で誰かに聞いたら答えてくれる環境もそうだし、で一瞬で誰かと通じ合える。昔みたいに電話機に向かって10円玉じゃんじゃん入れないと会話できないんじゃなくて、スカイプもあればメールもあれば、どんどん無限に無料になってるじゃん。無料じゃないものもほとんど俺たちの生活の中では税金みたいな形で取られるようになってるじゃん。携帯代だけは払わなきゃいけないみたいな話で、あんなの言ったら税金だよ。それを払いながら俺たちは生きてると。なんかこうアヘン社会、俺たちが今生きてるアヘン社会っていうのは、もうね、アヘンという無料快楽コンテンツがないと社会が回らなくなってんだよなって思うんだ。いや、だからなくそうって話にはない、ではないんだけどな。なので俺が今せめて気をつけてるのは、身を持ち崩さないように してるんだ。こういう無料快楽社会では、それは生活の中に入ってきてるもんだし、それがなかったら生きていけないもんだから、ポイントは身を持ち崩すかどうかだけなんだ。で、昔だったらさ、酒とギャンブルと女っていうふうに言われたじゃん。この三つ、酒、ギャンブル、女が身を持ち崩すんだけども、今違うんだよね。酒の代わりにネットなんだ。俺たちアルコール中毒みたいに、すぐにネットにはまって入ってしまって、ネットの中でうわーってやってて、いや、なんか酒が飲まないやつなんかに分かるもんかとか、いや、酒飲まずにやってられるかみたいなもんで、俺たちはネットやらずにやってられるかみたいな感じで、いや、ネットやってるから俺は本音で話せんだよ、本音で兄ちゃんがげんだよっていうふうに、ネット酒なんだよ、そういうような意味ではな。これを持ち崩さないようにしましょう。あと、ギャンブルで身を持ち崩すっていうのあるじゃん。ギャンブルっていうのは何かというと、もう俺なんかさ、もうFX 取引だと思うよ。あれは中産階級のパチスロと言われてるそうだけれども。FX 取引なんか俺はすぐやめた方がいいと思うんだけども、それはパチスロなんかすぐやめた方がいいのと同じで、俺はそういうふうに思うだけで、これもやっぱり身を持ち崩すの問題だから、パチスロで稼げると思っちゃいけないよ。あれは遊びだからっていうのと同じで、FX で稼げると思っちゃいけないよ。あれは遊びなんだからと。中産階級だから、100万突っ込んで80万返ってきて、うわ、20万損しちゃった。でもな、面白かったな、いい夢見たなっていうふうに思う人がやるもんであって、儲けようとするのはパチスロと同じで、そんなもんで儲かるんだったら FX の CM なんかテレビでやってるはずないじゃん。テレビでやってるものはパチスロでもパチンコでも、絶対絶対儲からないようにできてるっていう、この原則を、まあ、抑えましょう。これは当たり前のこと言ってるんだけどね。まあ、この第二次アヘン戦争を生きる私たちとしては、酒、ネット、ギャンブル、FX 取引、あと、女。女は何かっていうと、女っていうのを昔振り回されたり、自分がよくわからなくなったり、自分のそれまで築き上げてきた仕事とかそんなものを台無しにしたようなもの、そういうようなものを女と言ったんだ。では現代のこのネット社会、アヘン社会での女とは何か、自分なんだよ。
自分自身なんだよ。私がやりたいこと、私の夢ってなんだろう、これが女なんだよ。これを追い求めてると大体不幸になるから、これも身を持ち腐らない程度にたしなんでみようって思うな。ネット社会では酒、ギャンブル、女、これで昔は身を持ち腐ったんだけども、このアヘン社会ではだな、ネットとFX 取引と、あと自分のやりたいこと探しとか、自分の夢を追いかけるで、大体みんな身を持ち崩すから、かといってこれをやらなかったら、まあただ単につまんない真面目なやつになっちゃうから、そこそこに楽しんでいただきたいと思いますということで、一応お品書きの一つの恋愛からなんかこう自分の話で思い切り溺れてる。今の話について本書いてほしい。いや、君が書けよ。別にこれの話あげるからさ。